1886年、ドイツの農業科学者アドルフ・マイヤーはタバコの葉っぱに特定の模様ができる病気を発見し、タバコモザイク病と名付けました。そして病気の原因が細菌にあると考えます。6年後、ロシアの生物学者イワノフスキーはこの病気と関連した面白い実験を行います。彼はモザイク病にかかったタバコをすりつぶし、この抽出物を細菌も除去できる細かいフィルターでこした後、細菌を取り除いた物質を普通のタバコに投与しました。ところが正常のタバコはモザイク病にかかってしまったのです。しかしイワノフスキーはこのことを依然として細菌の毒性物質のためだとばかり考えていました。細菌と違って毒性物質はフィルターを通過したと考えたのです。それもそのはず、当時細菌より小さい生物体は想像することができなかったからです。そんな中、1898年、オランダの植物学者ベイリンクは同じ実験を繰り返しながらフィルターでこした溶液で細菌が全く増殖しないことを発見し、細菌よりずっと小さい新たな感染体があるようなのだがと推測します。そして彼はこの感染体をウイルスと呼び、このように人類史にウイルスという存在が登場したのです。その後、電子顕微鏡の開発、分子遺伝学の発展とともにウイルスに関する研究が急ピッチで進められる中で、その正体と構造が次第に明らかになっていきます。ウイルスは細菌より約100倍も小さく、その構成は非常にシンプルでした。 DNA や RNA からなる遺伝物質とそれを覆うタンパク質の殻だけでほとんどできていたからです。しかしそれに比べて多様性と影響力は実に驚くべきものでした。海水1リットルの中には約10億個のウイルス粒子が存在し、これらは細菌から動物、植物、キノコ、カビに至るまで地球上の全ての生命体を感染させることができました。スペイン風邪、エボラ、エイズ、新型コロナなど人類の感染症の歴史もやはりウイルス抜きには論じることができないほどでしたからね。科学者たちは小さくてシンプルでありながらこのような驚くべき特徴を持つウイルスを見て、一体こいつらはどこから来たんだろうという疑念を抱かざるを得ませんでした。実は初めの頃、ウイルスを最初の生命体だとする見方もありました。これらの細菌は原始生命体の細菌よりもっとシンプルだったからです。しかしウイルスの生態が明らかになってから、このような考え方はすぐに崩れます。なぜならウイルスは細胞内での寄生を通じてのみ生きていくことができるからです。ウイルスごとに生態は様々ですが、ウイルスの人生を非常に簡単に説明するとこうなります。ウイルスが細胞の中に入ってきて、 DNA の遺伝物質とタンパク質の外皮を放出します。そしてこの遺伝物質と外皮は細胞内の酵素の助けを借りて増殖した後、また元通りに組み直されて細胞の外に放出され、周辺の細胞を再び感染させて増殖するのです。すなわちウイルスは細胞がなければ物質代謝も増殖もできないため、細胞より先に地球に出現したと見ることはできませんでした。そのためその後の生物学者はウイルスの起源を細胞退化説で説明しました。帯状疱疹を引き起こすヘルペスウイルスや天然痘を引き起こすウイルスなど、多くのウイルスが細胞のように二重らせんの DNA を持ちますが、彼らの DNA は遺伝子が約100個しかなく、サイズも小さいため細胞が退化したと考えるには十分でした。すなわち原始細胞の一部が次第に DNA を失って小さくなり、その結果ウイルスになったと思ったのです。しかしこの細胞退化説では RNA ウイルスの起源を説明することができませんでした。地球上の全ての細胞は遺伝物質として DNA のみを持っていますが、もしこの細胞が退化してウイルスになったら、大部分のウイルスも DNA を遺伝物質として持たなければならないでしょう。しかし実際には全てのウイルスの中で RNA を遺伝物質として持つウイルスが半分以上を占めていたのです。そのため他の生物学者たちはまた別の仮説を提示します。それは細胞脱出説でした。文字通り細胞中のゲノムの一部と酵素タンパク質などが細胞を抜け出しウイルスになったという説です。この仮説は DNA はもちろんのこと、 RNA ウイルスの起源も説明することができました。ポリオを引き起こすポリオウイルスや大豆や植物を感染させるコモウイルスなど、彼らが持つ RNA は細胞中のメッセンジャー RNA の構造と非常によく似ており、このウイルスの酵素遺伝子も細胞のものと似ていたのです。このようにウイルスの起源が細胞脱出説で確定しようとしたまさにその時、ほぼ完成した細胞脱出説にちゃちゃを入れようとする人が登場します。そのきっかけになったのが2003年、巨大ウイルスであるミミウイルスの発見でした。このウイルスの直径は400から600ナノメートルで、既存のウイルスより何倍も大きく、塩基と遺伝子の数もその他のウイルスとは比べ物になりませんでした。
そして2011年、チリの海岸でミミウイルスよりもっと大きいメガウイルスが発見されます。当時の生物学者はこれより大きなウイルスは見つからないだろうと大言壮語を吐いていましたが、2年後彼らのプライドは見事に粉砕されます。メガウイルスより2倍以上大きく、大腸菌よりやや小さいパンドラウイルスが発見されたからです。さらに2014年にはシベリアの永久凍土層でパンドラウイルスより大きく大腸菌に匹敵するピソウイルスが発見され、細胞脱出説は新たな局面を迎えます。なぜなら細胞の一部が脱出してウイルスになったという仮説では、細胞ほどの巨大ウイルスの存在を説明するには不十分だったからです。状況がこのように流れる中で、2015年、アメリカイリノイ大学のグスタボ教授はウイルスの外皮であるタンパク質の起源がとても古いという事実を発見して、ウイルスの起源を第4の生物領域説で説明しました。現在の生物は細菌、古細菌、真核生物の3つの領域に分類されていますが、グスタボ教授はさらにウイルスの領域として第4の生物の領域を追加すべきだと主張しました。つまりウイルスは地球の創世期に細胞にいた原始生命が出現した時、ここからプロトビロセルという原始ウイルス細胞が分化し、原始ウイルス細胞はもともと自立していましたが、やがて細胞に寄生しながら今日の数多くのウイルスに進化の枝を伸ばしてきたというのです。一言で言えば、ウイルスが細胞から脱出したのではなく、独自に生じた生命体の中の一つだという主張です。しかし2017年、オーストリアの下水処理場で巨大ウイルスであるクロスニューウイルスを発見したシルツ博士はこの主張に反論しました。ゲノム調査の結果、この巨大ウイルスは数億年間宿主細胞の遺伝物質を奪いながら大きくなったことが明らかになったからです。シルツ博士がこの研究結果をサイエンス誌に発表すると、一部の生物学者はウイルスは生命の歴史から独立して進化した生命ではなく、一つの粒子として各数億年にわたって宿主細胞の遺伝物質を強奪してきただけだと言って、グスタボ教授の原始ウイルス細胞説に反論したのです。そのため残念ながらウイルスの起源については未だに学会で論争が続いているところです。ウイルスは生命の始まりとともに現れた新しい生物の領域の中の一つなのでしょうか、それともただ細胞から分離した遺伝物質を含んだ粒子に過ぎないのでしょうか。これはウイルスを生物と無生物の領域のうちどちらかに置くかという悩みの延長線でもあります。いずれにせよ、一つはっきりした言葉、ウイルスは生命の進化の歴史といつも一緒に歩んできたという事実です。私たちの DNA の 8% もウイルスから来ていますからね。そして彼らは私たちの意思とは関係なく、これからもいつも私たちと一緒にいるでしょう。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。